皆さんこんにちは。いきなりですが、車中泊は本当に快適ですか？本当はどうなんでしょうかね。夏は暑く冬は寒い。それが車中泊ですね。そこで少しでも快適に週末車中泊を楽しめるおすすめアイテムを紹介します。今回紹介するアイテムは売上ナンバーワンのこの商品です。表面はナノメタルコートで断熱、保温、紫外線カットの断熱シェードを紹介します。最後までご視聴よろしくお願いします。そらくん、チャンネル登録、よろしくお願いします。アイシャートレイで快適車中泊をするためにオプションで UV&IR カットフィルムセットを購入しました。この商品は後部のスライドドアとキューターガラスとリアーガラスの5枚に貼り、有害な紫外線を 99% カットし、赤外線の反射熱による車内温度の上昇を抑え、エアコンの効きを良くする効果があります。しかし、フィルムだけでは昼間は外からでは、ほとんど車内を見ることはできませんが、夜間ではカーナビゲーションやコムテックのデジタルインナーミラーの明かりで車内は丸見えです。そこで趣味職人さんの登場です。ここからは開封動画を見ながら説明していきますね。今回紹介する趣味職人さんの耐熱シェードとプライバシーシェードは専用設計です。耐熱シェードはフロントガラスと運転席と助手席の3枚です。耐熱シェードは超高密ナノメタルコートと軽量形状記憶ウレタン、そして超防水特殊シレ加工です。新技術のナノメタルコートは多彩な高機能です。メリット1、紫外線対策や保温性の向上。メリット2、静電気や電磁波の防止。メリット3、耐久性の大幅な向上。そのおかげで耐熱シェードは冬も夏も使えるシェードです。冬は窓の冷気を防ぎ、エアコンの熱を循環するから暖房がよく効きます。そのため保温効果は 60% です。夏は太陽光の熱線を遮断、室温の上昇を抑えるから冷房がよく効きます。そのため断熱効果は 50% です。その結果、夏の室温はマイナス15度で暑くない。ここからは5倍速で組み立て作業をご覧ください。お決まりですが、お礼状と組み立て説明と取扱い注意事項ですね。組み立て作業は至って簡単ですが、注意することは1点だけです。この部分が下向きです。ここからはリアのプライバシーシェードの説明を開封動画を見ながら説明していきますね。まず最初に気がついたのは購入時にプレゼントされた予備吸盤です。無防備というか箱の外側についていました。
しっかりとした梱包でなかなか外れませんね。取り外すのに8分もかかりました。しかし頑丈についていますね。こちらにもお決まりですが、お礼状と組み立て説明と取扱い注意事項ですね。プライバシーシェドは後部の5枚がセット販売されています。耐熱シェードとプライバシーシェドの違いを説明します。耐熱シェードは超高密なのメタルコート、形状記憶ウレタン、消防水特殊指令加工付きの3層構造です。プライバシーシェドは超高密ポリエステル、形状記憶ウレタン、消防水特殊指令加工付きの3層構造です。類品との温度差は9度もあるみたいですね。表面の生地はサラサラですごく軽くできていますね。後部のリアーハッチ用1枚。スライドドア用2枚。クォーターガラス用2枚。専用設計なのでスライドドア用には開閉部の穴埋めもついています。吸盤の取り付けをします。吸盤の取り付けは耐熱シェードで説明したので省略します。車体に取り付けていきます。ドライブレコーダーのカメラです。問題なく取り付きますね。次はクォーターガラスを取り付けていきます。スライドドアもぴったりですね。運転席と助手席の耐熱シェードも問題ないですね。フロントもぴったりですね。完成紹介。照明をつけているので分かりにくいですが、夜は車内は真っ暗です。暗い様子は車中泊動画でそのうちお見せできると思います。この後金額紹介をします。今回はアンケートに答えて専用の収納ケースをいただきました。金額紹介。
少し高く感じますが、快適費用的にはこんなものでしょうかね。最後までご視聴ありがとうございました。そらくん、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。